おはようございます。わあ、タンベマさんギフトありがとうございます。どうも、今日はリハです。しかも割と大詰めの感じです。今日は暇ですか？今日はリハですね。ラグビーですからね。わあ、試合テニスの、あーテニスの試合、なんかテニスの試合みたい。息抜きに大見さんギフトありがとうございます。私スポーツでいっちゃまだ見れるのテニスかもしれん。テニスやったらちょっと興味あるわ。わあ見たい。あー今あやみちゃん終わったんか。あやみちゃん配信してるなーと思った。あらけんちょびさんギフトありがとうございます。みんな今日のリハ大変でした。あの投資リハっていうのがあるんですけど、今日じゃなくて、あの最初から公演なんていうの、私が出るのは周年ライブの昼と夜だから、昼公演を最初から最後まで通して、夜公演の最初から最後まで通すみたいなやつがあるね。なおてさんギフトありがとうございます。ワンタンメンさんもギフトありがとうございます。そういうのがあるねんな。そう、全部できてなんかやつ、それがもうちょいあと2日後とかにあんねん。でそっちに、ゲネじゃないねんな、そっちに合わせてやっててんけど、3日早まって、それが3日2日。だてちゃんこまるさんギフトありがとうございます。ゆめゆめさんもギフトありがとうございます。つうようさんもギフトありがとうございます。で早まってんだから、 でもその全部のリハじゃなくて、なんか各ブロックっていうのがあって、ブロックごとにっていうのが先に入ったねん。だからみんなわーって言ってる。夢見る魚さんギフトありがとうございます。まちかね福きたるさんもギフトありがとうございます。昨日やりました、一応通して。ただそれを覚えてるかっていうのが問題。昨日やったやつを、多分いけると思うねんけど、いけると思うねんけど怖い。ヨシさんギフトありがとうございます。別公演多くて、なんかやっぱり暑いわ。でもなんかもう次ライブまでない気がする。作者ユニット何があるかお楽しみ。お楽しみに。注目ポイントですね。佐藤くんさんギフトありがとうございます。でもまだ今日のやつは確認がある。先に大人っぽい曲、大人っぽい曲多いねん、いつもライブ。前一発目のライブ捕食者たちはやねん、ユニットで、で背中から抱きしめてやん。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。まちかね福きたるさんもギフトありがとうございます。うつみやさんもギフトありがとうございます。でですよ、ヨシさんギフトありがとうございます。何やったっけ。ああそうで、捕食者たちちょっと背中から抱きしめてやって、あとユニット何やったっけ。あでもソフトクリームとかかなっていう系が続いてるから、今回はどうなるんでしょうねっていうやつです。直人さんギフトありがとうございます。佐藤くんさんもギフトありがとうございます。まあそれは今回のお楽しみということで、お楽しみって言ったな今なお楽しみということで、ぜひ来てください。あれちゃん配信とかもあるんちゃう。バリバリ踊っちゃいます。どうでしょうね、また見てください。天使の輪、前髪めっちゃ天使の輪できんねんな。そうまだ寝てる。いや下いつもこんな前で。つうようさんギフトありがとうございます。りっちゃんさんもギフトありがとうございます。だいたい私は下回ってないから。 GSGK もう頑張った。みひなちゃんがあんなこと言うから、もうオリックスは多分全部配信やる。マキコさんギフトありがとうございます。
もうみひなちゃんがひき肉ですとか言うから、でりさちゃんが急にモノマネしだすから始まるんやで。もうひき肉ですとか言うたことないからさね。そうもふ兄さんギフトありがとうございます。ひき肉言えてなかったひき肉言えへんかった、言うたことなかったからさあのひくひく言うたひくにくい言うた、頑張ったよ。ひき肉言われへんかったからなまあ普段からやってるキャラじゃないからまだ言えんかってもマシやったけど、ライブのレッスンは大変やけど本番は楽しいかな。基本ひき肉で調べてやっと分かりました。そう、ひく肉になってた。テロップ、テロップ文字、テロップか知らない人もいるみたいだよ。それはちゃんと GSGK を見たやら分かるということで見てください。目パッチリやった。目の方が寝てる気がする。目が寝てるとは。話長いね。あれいつも言ってるからな、裏で。裏でも表でも言ってる一緒に見たんや。ゆめゆめさんギフトありがとうございます。ハンバーグに使うお肉は言わそうとしてるわ。それはちゃんと見てくださいよ。ちゃんと私が頑張ってやってるねんから。マッチョもしてるから、マッチョもうみひなちゃんは完璧やったから、いっちゃん本気に近い形やったからりさちゃんでもさ、早口な人ってさ頭の回転早いやん。で加えて文章が長いとなるとだいぶ頭がいいんでしょうねっていうことになる。サクマッチョです、サクマッチョですよ。でもマイクつけてくれててよかった。あれ地声絶対届かん朝ごはん食べたよ。まさきさんギフトありがとうございます。わかる、アジさんの赤のワンピースあれめっちゃ可愛いよな。コメントするか悩んだもん、可愛すぎて。なやさんギフトありがとうございます。ゴリマッチョ、ゴリマッチョよかったですか。マナブさん、マナブってとかいい、タンタンベマーボー改めティーマウナーブさんギフトありがとうございます。衣装、衣装なんか言ってたっけ。あーワンピースいやアンジュさん可愛すぎてさ、まあどうしよう、これコメントしようから。でもこの一個だけコメントしててもなんか変よなと思ってやめた。可愛かった。今日アンジュさんと一緒だよ。だって全体のやつやもん。全体のブロックで通していくやつやから、アンジュさんも絶対おるもん。やだよ、もう見ないで。見てないけど。そう、鬼ごっこやってて2回勝ったのに最後負けたからひどくね。しかもだいぶさ頑張ってたから頑張ってたでしょ。だってあの2対1で2が負けることあるねんな。てつみやさんギフトありがとうございます一応あとそこやってんけど、アンジュさん返ししかもゆきのちゃん動かんし、もうほんまに。でみひなちゃんも動くけど捕まってるし、ほんまに。もうあれまだ厚底じゃなくてもっといけた。降りるのが厚底がちょっと怖かった。いけるけどなんか引っかからんかが怖かった。私な、上がるのはいいけど降りるのがあかんねん下見えへんのかな、怖い。ほんまにゆきのちゃん棒立ちやったからな。おもろ。おはようございます。何分から始めた。でも10ん今10分経ったみたいなので
ひなちゃんワンピース、そう絶対な、年少やからな、あのなんかもう走り回るかなと思ってん。でも靴はなんかもう白の靴が良かったんけど、あれしかなかったのだからそんなさ走り回るようなスニーカーってなかなか持ってないやん。で学校用のやつもあるけどめっちゃ汚れてるし、だからそう白の厚底になってんけど、それ以外は完全に動ける服に行ってたの。だからね、よかった。そうブランコで怪我した話。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。なんかね、あの膝中は修復した。あのブランコでお姉ちゃんの上に乗っててん、座って。で私はここ持ってなかったの、持ってたっちゃ持ってたけど、であのタイミングで、あの子供やったらもうちょっと止まってから立つであろうタイミングでお姉ちゃんの、まあ、10個上やから行けると思って立ってん、お姉ちゃんが。でそのままわーってズコーって前に行って、柵くらいまでズルズルズルって行ったポンさんギフトありがとうございます。そのブランコからずーって行って、で全然な、顔面はいけたよ、こうなってたから膝があかんかった。でこう行って、で何事もなかったかのように立ち上がって、うん行けるって言って走っていったら、膝の皮がなくなった。お姉ちゃんがめちゃめちゃはーってなって抱きかかえて帰ってくれたけど、全く痛くなかった。私おかしいんかな。なえさんギフトありがとうございます。全く痛くなかったね、なんかちょっとこけたくらいやったよ。引っかき傷ってわけでもないねんけど、なんか血、皿が血になってた。その骨とか肉とか見えてる感じじゃないけど、なんかズリズリって言ってた。だからもうお姉ちゃんがもういやーってなって、お母さんもおってんけど二人ではっはっって、近くの公園やったから全然早かったんけど、着くのめっちゃ走って帰った。痛くないから歩けるねんけどと思って、そういう場合じゃなかったみたい。カルビさんギフトありがとうございます。もうカルビさん呼びになった。絶対お姉ちゃん焦ったと思う、やばいってなったのよアンジュさんの上でブランコしよう、やだーやだーとか言って、いやいや上に乗るん、いやいや下がいい、なんか思うってなるやん思うってなるやん、思うってなるからちょっと上嫌や目覚まし代わりに自己紹介キャッチコピーしてくれるかしら。グラの花を描いたらみんなの笑顔が咲いてた。さくちゃん作戦成功、ありがとうございます。大阪出身、中学2年生14歳8期生のさくちゃんこと黒島さくらです、よろしくお願いしますって言ってますアンジュさんの下、いや下はいいねん、めっちゃすぐ戻るやん、切り替え早い。陽次郎さんギフトありがとうございます。大成功、みんな言うてくれてる。上田和樹さんギフトありがとうございます。キャッチフレーズ花咲かじいさんやんってコメント見てめっちゃおもろかった、確かにと思って確かにやってること花咲かじいさんやな、おもろすぎ。原からさんギフトありがとうございます。なんかさ上は乗りたくなくない、体重考えるやん、あとさお尻の骨考えへん、痛そう骨、このでっかい骨あるやん、でっかい骨はまた違うあれか、今日無理派ですよ、この骨がさ刺さりそうでさ痛いってなっててもさ骨痛いって言いにくいやん、言いにくいかもしれへんやん、だから下がいい。別に自分が骨刺さってて痛い分にはいいねん、そんないいねんけど、じゃ乗られたいわけじゃなくて上に乗れたくないの。そうアンジュさん浮いてるから重くない、そうだよ、乗したことないけどいやいや乗したくないねん、じゃ乗したくないねんちゃうねん、乗りたくないねん。だから友達とかとさ遊ぶ時もさ、なんか乗し合いみたいなやつあんねんな、なんかここ座ってみたいな。みおちお話し会の時一回上乗ったわ、上乗りたい派じゃないねんけど、
こうやって引っ張られたからわーって座ってそのまま写真撮ったんやけど、まあ、宮地なら痛かったら言ってくれるやろうと思って乗ったら全然いけた。宮地も上はイヤハやって言う、喋らなかった。上はイヤハやった。チョコナさんギフトありがとうございます。自分の足が相手の、そうそうそう、自分の骨が相手のこのここ太ももな、ここに刺さりそうやなと思って痛そう。洋次郎さんギフトありがとうございます。そう、身内やったらいけるかと思って座ったらいけた。じゃあ尾てい骨ちゃうねん、このお尻の骨があんねん、このここお尻の骨があるの。師範の上、あー確かに、それで考えたらあれやわ、あの美咲さん、吉野美咲さんも座ったことある。おいでって言ってそう上に乗せられた。でしかもさ、どうしようってなってさ、こうなんか美咲さんこうやってるからさ、降りようにも降りられへん、でもマネージャーさん来た、この状況どうなってるんってなるよなと思って、そうどうしようってなってた。でしれーっと立ったら、あ行っちゃったって言ってた。しれーっと。ゆきのちゃんは乗ったことないな。アンジュさんに肩車いやいや、めっちゃいやいや。抱っこ座りってことかな。なんか分からんけど、お尻の骨、お尻の真ん中の骨。じゃなんか昔なお父さんの上座ってた時になんかお尻の骨痛いって言われて、で自分で手こうやって引いて座ってみて、私からお尻の骨あるわと思って、これがふくらはぎちゃんは太ももの筋肉に刺さったら痛いんかなと思って、んで上乗らんようになった、体重とか気にする前に。ゆうみさんもな、ゆうみさんは配信中に「倉島ちゃん!」って言ってこう乗せてくれた。尾てい骨じゃないねん、尾てい骨はそんな出てないねん、お尻の、ね、横の骨。 RC さんギフトありがとうございます。仙骨っていうんかな、分からんけど、なんかお尻の骨、ちゃ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 、尻尾じゃないねんな、そう尾てい骨真ん中のやつやろ、じゃなくてサイドのやつ、待って、もう立った、立ってそうじゃない、7分から立った、待って、もうあと5分でいかなあかんねんけど、よし終わります。ジンくんさんギフトありがとうございます。よし行かないといけない。座骨、あ座骨か、座骨が痛い、痛い、じゃあ私は痛くない、とどとどタイミングが悪いと、逆にめっちゃタイミングだったら、あすごいめっちゃ浮いたってなる。なんかユナさんとかめっちゃ上げてくれる、めっちゃうまい、なんかな、ピューンって高くなんねん、しかもそっから落ちひんねん、すごーいと思って感激。チョコナさんギフトありがとうございます。ということでランキング読もうと思います。13位がオレオズさんありがとうございます。12位がナエさんありがとうございます。11位がポンさんありがとうございます。10位が哲宮さんありがとうございます。9位が上田和樹さんありがとうございます。8位が町金福来たるさんありがとうございます。7位がゆめゆめさんありがとうございます。6位が RC さんありがとうございます。5位がワンタンメンさんありがとうございます。4位がカッツンさんありがとうございます。3位がさとくんさんありがとうございます。2位がだてちゃんさんありがとうございます。1位が荒研ちょびさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。なべちゃんさんギフトありがとうございます。頑張ります。まあ最終投資までには、まあそう考えたら最終本番までにはって感じ。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。カッツンさんもギフトありがとうございます。わあ、アンジュさん今日も可愛いかな、今日も可愛いよね。
うわ、なんかな、めっちゃ間違えて、アンジュさんにはめっちゃ間違えてるとか思われたら嫌よな。そこってなるような。ジョンさんギフトありがとうございます。わあ、アンジュさんにあめっちゃ間違えてるって思われたらどうしようって感じ。よし、荷物全部持った。水入れた、服入れた、ノート入れた、もういらん、携帯持つ、もうないな。よしよし、行きまーす、バイバーイ。教えてくれるかも。やだやだって言って、どんな気嫌やねん。こんにちは、こんにちはじゃないわ、バイバーイ。アンジュさんってそんな人なの？違うよ、そんな重い人じゃないけど。やだよ、バイバーイ。